は連携面はそうなんだがスピード感が良すますね感じるという話。鈴木優馬から名護折り返し、鈴木見事なゴールが決まりました。一瞬の隙、こぼれ球、4試合連続得点、鈴木優馬今シーズンの6点目。いや素晴らしいミドルシュートでしたね、動いた結果ですよね。その前にこれがこぼれましたよね。まあ、それにしてもペナルティーの外ですよね。そこで行きます。まあ、かなりインサイドに近いものだと思いますけど、そしてエドワルドから長戸、横パス、ロペス、うまい。さあロペスが前を向いた、アンデルソン・ロペス、エウベルに入る、エウベル、そして流して、ここでヤン・マテウス、一撃で追いつきました。これが F ・マリノスの破壊力か、ヤン・マテウスです。試合は早くも振り出し1対1。あれだけ時間があってこう自由に打てるような感じだと、まあ、決めてくるなってところ、まあ、後ろからしっかりつないで自分たちのやり方でゴール取ったってところも含めて、藤井、さあに一度入れてターゲット、野上、セカンドボールはコーナー打てない、さらにコーナークリア、まだある、落ち着いて藤井の右足、もう一度ムーク、そして鈴木、ファーサイドには桜川ソロモン、アイダススルー、国際参戦馬シュート決まった、戦馬大使今シーズン初ゴール、強烈なミドルシュート、柏山岡山先生1対0です。いやすごいいいシュート打っていきました。相手ゴールを見ながらしっかりと冷静にシュートを打てる体勢でしたからね、よく振り抜きましたし、チャンスを作るようになってきています。さっきワンタッチで言いますが、オフサイドポジションにいた浅野は触りません。ただ小柏が後ろから入りました。小柏低いボール早く入れましたが、シュートシュート、アウト組で、まずは縦パスカットした井岡、これを杉本スライディングで奪って、水沼コーター強烈突き刺しました。水沼コータータッチで右のアウトでグッと持ち直してるんですね、ここですよね。で瞬間的にコースを見つけ出して、外の若原が手が届かないところに、まだ山のボールだ、横山から逆サイド入ってきたですね、もう一枚クロス上げた、チアゴの頭の上です。横山まだあるぞ、横山のシュート、形勢にはなりましたけどね、丁寧にボールを蹴ってコースに